伊藤国光は、長野県稲市西野和出身の元陸上競技選手。JFE スチール競争部監督。長野県上稲農業高等学校時代は、全国高等学校駅伝競争大会で3年、連続して1区に出場。3年生時の1972年には、区間賞を獲得した。高校卒業後、金棒陸上競技部に進む。 カネボ時代は1万メートルの日本新記録、マラソン30キロメートルロードレース、2万メートル10マイルロードレースの日本最高記録を記録した。幻の1980年モスクワオリンピック1万メートル日本代表、1981年の第4回アジア陸上競技選手権大会では1万メートルで優勝している。選手としてのピークが、 セコトシヒコや総茂、総ゲル、らの前世紀に重なり、当時はマラソンでは、世界でも貴重なサブ10ランナーながら、一度もマラソン五輪代表に選ばれることはなかった。マラソンでは24回出場しながら、ついに一度も優勝できず、自己ベストの1986年の北京国際マラソンでも2時間07分57秒で、日本最高記録を更新したが、この時も、 小玉大輔に次いでの2位だった。トラック、ロードの実力と相まって伊藤のマラソン未勝利は世界マラソン界の七不思議とまで言われた。ラストレースとなった1991年のボストンマラソンの際には選手紹介におそらく未だ勝っていない選手の中では世界最高のランナーと記されていた。伊藤がマラソンで勝てなかったのは レース中に苦しくなると首を振る癖があったためと言われる。その独特な走り方で人気を博したこともあるが、ライバルから見るとその仕草が伊藤のデッドポイントと見極めることができ、ゆえに勝負に弱かったという見方がある。また、早めにスパートをかける癖があり、その結果、終盤に力尽きて逆転されることが多かった。伊藤自身は小学生の時に見た百六十四年、 東京オリンピックのマラソンで独走したアベベビキラに憧れがあり、ゴールまで全速力で走るスタイルを取ったため、勝負所の30キロ過ぎでも飛ばしてしまったのだという。1991年のボストンマラソンで8位となった直後に第一戦からの引退を表明した。この中で自身がマラソン未勝利だったことについて勝てなかったことはあまり考えない。それより、 自分のベストとして2時間7分台で走れたことを誇りに思うと述べている。現役引退後、金坊監督として2000年シドニーオリンピック1万メートル7位、入賞、元マラソン、日本記録保持者の高岡樹生、世界陸上選手権代表の服部隆高弘、入選便らを指導。駅伝では百九十六年一月一日の第四十回全日本実業団、 対抗駅伝競争大会において、朝日火星の7連覇を阻み、18大会ぶり4度目の優勝に導いた。2011年10月、金房総監督を退任。2012年4月より、泉州大学陸上競技部監督に就任したが、2016年12月5日付で退任。2018年2月より、JFE スチール競争部の監督に就任。 郷里の稲市では、地元で開催される長野県高校新人駅伝競争大会において、最優秀選手に対し、1997年以降、伊藤国光杯が贈呈されている。ありがとうございます。